石坂創作石坂文庫外観石坂創作から1940年は台湾で活躍した日本の実業家、教育家、社会事業家。台湾初となる私立の図書館石坂文庫を創設し台北衆議会議員キールによる学会の校長を務めた。キールンの成人とか台湾図書館の父と呼ばれる。次長台湾古代文化の謎では ズ南と号した。石坂創作は、1870年に、日本の群馬県アズ郡原町で生まれた。原町小学校を卒業後、同地や水戸で漢学を学ぶ。原町小学校教員、このエコ兵中隊隊員を経験する。1896年3月に、フィリピンへ向かう途中に立ち寄った台湾で、創刊間もない、台湾日日新報の記者になった。 1899年11月、キールンに今日定め、土料工に関連する機材やタバコを販売する、個人商店、石坂商店を経営した。以後、1940年に亡くなるまでの40年間、事業を継続しながら、キールンや台北地域の行政、産業、教育、衛生、社会、文化の発展に尽力した。教育方面において、 石坂が行ったこととしては、夜間学校の設立と図書館の設立がある。1903年2月、石坂は、財力と時間のない台湾の青少年が学ぶための、私立夜間学校、キールによる学会を設立した。コーゼは、石露天十字を労働であった。宇治郷武氏によると、キールによる学会の経営は、石坂筆成の事業であり、 自身が亡くなる1940年まで苦心して経営を続けた。石坂の没後は、キールン商業船をサム学校に改称して、存続していたが、キールンを攻撃対象にしたアメリカ軍の爆撃により、校舎、設備、資料文書のすべてが消失した。1909年には、地域社会住民に無料で図書を貸し出す、施設図書館、石坂文庫を創立し、開館した。 1901年には、官民有志十数人により、台湾発の図書館、台湾文庫が設立されていたが、1906年には、廃館しており、台北地域は図書館空白地帯となっていた。このような地域社会の状況の中、石坂は、キールによる学会の在校生のために、石坂文庫の開館を決めた。1919年には、キールン婦人会を設立し、 1930年には和洋裁縫講習所を設立した。婦人会では台湾女性の社会的地位の向上を目的として、小学校を卒業した女性に日本式の洋裁や手工芸の技術を練習させることが行われた。和洋裁講習所は石坂の没後は政府に移管され、1943年にキールン私立火星女学校に改称し存続したが、 日本の敗戦に伴い廃校となった。石坂は1930年に天つか人つか台北洪水の参加と地水策を表し、1895年から1929年までの35年間において台北地域では2年ごとに重大な台風洪水の被害に見舞われてきた状況を紹介し、地水策の実施を日本政府や民間に訴えた。本書の中では 石門橋がダム建設に適地であることが指摘されており、ここにダムを築き東円大地まで考えすれば、推理、治水の諸問題を一挙に解決できることが述べられている。石坂の願いは、生前に叶えられることはなかったものの、1950年代に台湾政府がアメリカ資本を得て、竣工し、1964年に石門ダムとして実現した。 1933年に施設の公園、石坂公園を設立し、キールン市に演奏した。石坂公園は2017年現在は中西公園に名称を変え、存続している。1936年に石坂は自社の店員の送人機を伴って、キールンから東へ行ったところにある、三木領協に住む場最族の老女、半死後死の元を訪ね、 祝年歌など三曲の馬祭語歌謡を再録した。新年をことほぐいわゆたである祝年歌は同年7月1日にラジオ放送により放送された。石坂創作は1940年キールにて成居した。ありがとうございます。